ライの鶴の間 YouTube。 さあ、はい、今回もね、YouTube ですね、本編の収録前の、はい、アイドリングタイムを収録してしまおうというビフォートークですね、うん、はい、はい、本当に捨てるところがないラジオということでね、はいはい、やっていきたいなと思うんですけれども、そうね、そういう感じでやっていきたいよね、はい、本当今日もね、立体的なトークしていきたいな、なんて聞いたことないんだ、思ってますよね、本当聞いた人が、ああ、本当手に取るように分かるわと思ってくださるね、そういう臨場感とかなら聞いたことあるけど、ラジオね、やっぱビフォートークでしかね、僕は先制取れないんで、やっぱね、本編始まっちゃうと、かやさんのターンから始まっちゃうから、絶対に、確かにそうだね、ね、1週間よう頑張りちゃったねっていうやつから、申し訳ない、それは、ね、うん、お気に入りのギャグ、うん、1週間よう頑張りちゃったねこれをさ、ギャグとして認識してくれてるんだ、入るからさ、うん、入る入る、頑張りちゃったねがさ、ワイルドだろうみたいなああ気づいた、それぐらい、うん、語尾上げてるけど、うん、いや、それね、取られちゃうからね、やっぱ、うん、マウント取っていかないとなって、本当の意味でね、本当の意味で、本当の意味で本当の意味でちゃんとこっちがね、ガッとガバッと追いかぶさっていかないと、なるほどね、ビフォートークは、はいはい、いや、ちょっとね、私ね、私仕事なんですけれども、はいはい、まあまあ小説を出させていただきましてですね、仕事じゃ収まらないけどね、別に、いや、本当はもう日本中巻き込んで、はい、その自負が終わりで日本中巻き込んで、いや、違う、言うたから、言うたから、私仕事じゃないよって言うから、あ、じゃあ日本中巻き込んでるのかなと思って、ごめんごめん、そこまでとはごめん、思ってなかったわ、すごい、申し訳ないね、すごい、だから、その小説のね、うんうんうん、打ち合わせというか、最近の話をね、ね、うん、スケジュールとか見させてもらうときに、うん、マジで会議に日本地図出てくるからね、うん、え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、打ち合わせに日本地図出てくるからね、ここ、まあ、ここと、ここには絶対置きたいですね、すげえな、すげえな、違う違う違う、攻め込むみたいな、その置いてもらえるというか、はいはい、サイン本とかをどうするみたいな話があるんですよ、全国の本屋さんにね、平積みで置くやつだよ、これ、うん、まあ言っていいのかどうなのかなんだけど、はいはい、サイン本を、うん、その、まあ、各都道府県、うん、いろんなところに置くんですけれども、うんうんうん、ないですっていうところもあるんですよ、置いてないですっていう、でも、うんうん、行ったらあるっていうことがあるらしいんですよ、ほうほうほう、それは どこどこにありますって言っちゃうと、うん、もうすごい電話がかかってくる人がいたりとか、はあ、その人気な人だったら、ね、そういうことがあるから、うん、もう基本的に、うん、その僕だったら大丈夫かもしれないけど、うん、もっとすごいその乃木坂さんとかその、ね、アイドルの方とか新週発売とかなると、ね、うん、やっぱちょっと次元が違うから、なるほど、そういうことのトラブルを防ぐために、うん、ないです、置いてないですっていうこともあるらしくて、はいはい、だからちょっとね、うん、そのあ探してもらいたいというか、なるほど、うん、どっかにはあるかもしれないというか、なるほどね、はい、はい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 、これは本当電話かけて、うん、ないですって言われても もしかしたら実はあるかもっていうことがあるんだけど、混乱を避けるためでね、そうそうそう、それを日本地図で見せられて、すごい打ち合わせに白日本地図出てくる、日本中を巻き込んでるじゃん、巻き込んでる、すごいじゃん、そう過言じゃないじゃん、別にね、メール来ております、小説です、はい、はい、ラジオネーム虹と海さん、うん、あ、虹と海さん、加賀先生、加谷さん、こんばんは。はい、加賀先生です、ね。偉い差がついちゃったな、ありがとうございます。すいません。オーアンゴー、電子書籍版で購入し、お、早速、拝読させていただきました。あ、そうなんだ。素晴らしかったです。お、喜怒哀楽、すべての感情がぐるぐる巡ってきて、何度も笑って、何度も泣きました。本当に、ろくなことをしない父のあまりの、ろくなことをしない父のあまりの破天荒さにたくさん笑わされたり、はいはいはい、うん、僕に感情移入しすぎて、心を振り回されて気持ち悪くなってしまいました。すごい感想だな、ね、一番涙が止まらなかったのは母のオムライスのシーンです、うん、大きな母の愛と覚悟に声を出して泣きました。そう、ね、生きていくために前を向き続ける姿勢を忘れない僕をいつも心に置いて、辛いことがあるたびに何度も読み返したい、そんな一冊だと思いました、うん、サイン本とオンラインイベント付きの本も購入しました。おおお、まだ届いておりませんが、新しい本の匂いを感じながらページをめくるのが楽しみです。すごいいいメールじゃない。ありがとう、虹と海 ね、 あ、すごい、すごいよね、本当にすごくないですか、喜怒哀楽すべての感情をぐるぐる巡らせたというね、すごいね、私がごめんね、そのメール俺が読んだ方が良かったかもね、ね、ごめんね、いいね、いいね、こういうの自分で読んでいきたいから、あ、そう、うん、そうそうそう、でもすごいいいこと言ってくれてるね、俺謙遜とかないから、あ、そう、うん、いや、自由でもこんな風に思ってもらえるっていうのが嬉しい、うん、確かにね、だって俺そんな、うん、泣かすつもりないんだから、
そうね、ナイトっていうね、うんうん、泣かすつもりないからね。そうね、僕も読ませてもらいましたけど、あ、ね、うん、かやさんもね、読んでね、わかる、すごく気持ちはわかるよ、うん、そのね、ムカつくとかね、ムカつく、ムカついたわ、ずっとムカついてた俺。でもね、吹き出しちゃうとこあるんですよ、マジで。ずっとムカつ、あの、そう、お父さんにずっとムカついてたら、うんうん、えっていうやつあるんですよ。それがね、うん、体験してほしいという。あれね、受けてほしい。脳内でね、みんな同じ音で再生されてほしい。そう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 、うん、そうね、最初からね、ある、あ、電子書籍版でもね。はい、はいはい、電子書籍版は9日にちょっとまあフライングゲットできるんですけど。なるほど。はい、それでですね、はいはい、今回すごいね、だからまだ発売はされてないんですよ、この収録時点では、うんうん、10日に書籍が発売されるので。なるほど。まあね、それはね、まあ、申し訳ないんですけれども、はいはい、もしかしたら 何その書店のさ、はいはい、ランキングみたいなところにも載るんじゃない、分かんないけど。いや、ちょっとね、なんか書店さんがもうポップ作ってくださってる人がいて、うん、あ、もしかしたら並んでるのかなと思いながら、ポップですって、通夜さんすごいっすね。店員さんも読んでね。そうだから今その本屋さんとか行ったら、うん、今ね、そのエグジットの兼近さんの本とかが売ってたりしてランキングとかに入ってたりするからさ、いや、すごいよ本当に。そう、もしかしたらあるんじゃないみたいな。すごい、これこの画像、まあ、あ、すごい、アポスター使って、はい、あ、いいじゃん、すごいね。主に純文学系の作品ですと書いてある写真の、うん、そのドセンターに私いますね。はい、純文学だった。よく分かってないから、そんな正直言えば。そうね。そうですよ。すごい、吉田秀一さんとかも一緒のね、その島にいるっていうので、一緒の島にこれ乗っけてもらって。なるほどね。すごいじゃない。いや、もういよいよだね。そうですよ、本当に。いよいよ、あ、これ元谷紀子さんの本だ。うわ、すげえこれ。マジかよ。うん、いや、感動ですよ。そうね、すごいよ、私のね、自分の本が、うん、ありがとう、本当に買ってください。O1GO、 はいはいはい、もう予約しました、僕は。え、本当に、アマゾンで予約しました。 ありがてえ。マジでありがてえじゃん。なんだよ。予約しましたよ、はい、いや、ほん、本当、予約しましたよ、本当、本当、うん、いや、この間のカラオケバトル良かったね。いやー、良かったよ、ね、ごめん、嬉しいんだけど、うん、その感じで来てくれるのは、うん、あの、めっちゃ嬉しいんだけど、うん、別に良かねえ。いやいやいや、そんなことない、俺は良かったと思うけど、俺は良かったと思うけどね、あ、まあ、自分だからかな、うん、自分だからかな、うん、あんな長いこと怒られてたっけ俺。いや、そうだよ、思ってさ、笑い出したな、俺、あんな怒られてる人初めて見た。ザ・カラオケバトルね、出させてもらって出てると、そうね、本編でもいいかもしれないけども、ね、ちょっとね、まあ、まあ本編でもね、ちょっと話したいですけども、いや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 、どうしても話したい話、あれと一緒に買ったよ、アマゾンで、うん、藤本たつき先生の短編集、そう、あれ、あれね、うわ、嬉しい、マジかよ、そう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 、あれ持ってくからね、今楽しみだな。そうなんだよね、すごいね、ラジオ、ラジオでこうやってこう、うん、いろんなところ今行かせてもらってたりしてるじゃんか、その告知で。ああ、うんうんうん、あれでさ、マジそうだよなって思ったのがさ、うん、その本をお渡しするじゃん、うん、ね、その、まあ、この間その中川家さんのラジオ、ね、ラジオショーにね、ラジオショーでこれ書いたんですけど読んでくださいっつってお渡しするじゃんか、うんうん、その本に加賀がサイン書くかどうかですごい悩んでて、めっちゃこれ辛いなと思って。俺は書かない。書かないよね、それはね、うん、それは書かないよ、目上の人に渡す時に自分のサインなんか書かない、うんうん、でそこで思ったのが、うん、俺書いちゃうなと思って。俺は書いちゃうな、何の考えもなしに。確かにそこで一回踏みとどまるべきだと思ってて、いや、まあまあ、でも自分のサインに価値があるっていうふうには思わないからさ、その言われて書くものだからさ、それはお願いしますってあったいう、あった証拠じゃん、あれは証拠、この本人が触りましたというか、本人がちゃんとこれを触れましたっていうことの証としてのサインなわけじゃん、うんうん、自分から書いて持ってくっていうのはさ、うん、そのまあまあありがとうございますとか、なんかコメントをつけるために それ書くんだったらサインっていうのは分かるけど、うん、ね、うん、初対面の人に何て書いたらいいか分かんないし、うん、どうしようかなって。いや、でもね、うん、俺それで言ったらすげえなと思ってさ、
でもめっちゃ嬉しかったのが、前に滝沢カレンさんからカレンの台所を手渡してもらったことがあって、あ、番組で一緒になった時、そう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 、あ、一人で出た時だ。そう、でもそんなに全然面識もないのに、それで書いてくださって、でもメッセージもちゃんと書いてもらって、めっちゃ嬉しかったのよ。あ、なるほどね。そう、だから自分をちょっとその下に見すぎとるというか、そうね、そのところは、その気もあるのかなっていう悩みはある。あると思う、あまりにはね、でも、まあ、中川家さんに対しないさすがに、そうだね、レイゼさんへ、強さんへと書かないよ。めっちゃさ、それ思った時何も言ってなかったけど、すげえ恥ずかしくなってさ、この間のラジオで俺だったら書くなって書くなと思った時に、この間のラジオでずっとなんか一人で笑っちゃうんだけど、かやがその彼女と結婚しないのは今のタイミングじゃないって思ってて、それはそれって話したっけ、話してないよ。俺が勝手に裏で言ってるだけ。あ、裏で言ってるやつか。そうそうそう。そうそうそう、うん、本編で言ってもいいし。言ってもいいし、そうだね。そう、めっちゃ恥ずかしいことがあって、確かにそうかもしれないって指摘された時に、そう、確かに俺もしかしたらそうかもしれないって。で、しかも、その、あの前話してた坂本龍馬になりたいみたいな、そういうところが絡んでるというか、そうそうそう、それがあるからね。なんかずっと自分の話してたね。そこでもいいでしょ。なんか僕の話する感じで自分の話してたね、ずっと。あれ、俺のサインの話してなかったっけ。あれ、いつの間にかやが坂本龍馬に憧れてる話。どんなハンドル切った今。あ、そうね、これもあんまり意識せずに自分の元に持ってきてるからね。いや、なんか分からんけど、戦闘機とか乗った方がいいんじゃないそんな不規則な動きされたら、ね、ある程度のエゴが必要とされる、ヒュン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 みたいな。俺ってもしかしたらストライカータイプなのかもしれない、サッカーとかやった方がいいのもしかしたらね。なるほどなるほど。本編で何話しますか。本編ではね、最近あったそのあの最近あった立体的なトーク、まあ、そうね、できるだけ立体的って分かんないけど平面だなこのトークとかって思いながらいつもトーク聞いてると思う。いやいや、思ってはないよ、そんな風には思ってない。だから振り返ったら立体的だったなっていう、分かんないけどさ、そうそう、終わってから気づくもんね。そうね、できるだけ 3D4D になるような、匂いとかも分かるような、すごいよ、分かんないけど、その最寄り駅の近くでね、あった話をしようかなと。え、どこ、何駅、何駅、まあ、俺最寄り駅っつってんだろ言ってんだから、最寄り駅って。そう、本編では言う。いや別にその差別化図ってないですよ。 YouTube では言わずに、今週だけラジコすいませんっつって今週だけラジコすいませんっつって生だけお願いします。僕の最寄り駅は本編で言いますよ。おかしいでしょ、何をもったいぶってるの。別にそんな言ってもいいっちゃいいけど、いいじゃないですか。いいです。加賀さんは何ですか。僕はだから、その、まあ、本当に小説、まあ、サイン書く配信とかやらせてもらったりとか、まあ、あとなんだっけな、言いたい話で言うと、まあ、加谷さんのその話もしてもいいけどね、その、ちょっと、はいはい、南原さんの話の続きというか、でしょ、その俺が言ってたやつ。そうだそうか、そこだ、南原さんの打ち上げで、そうだ言ったんだ、すごいですよ本当に。はい、そんなところでしょうかね、私、はい、それでお願いしたいと思います。それでは、本編もぜひお聞きください。加賀屋の鶴の間 YouTube でした。ありがとうございました。